今回はアナビジネスクラス、成田からサンフランシスコ、そしてサンフランシスコから成田をお送りします。はい、こちらがアナのビジネスクラスの座席になります。座席に用意されているアメニティを見ていきましょう。このようにね、ひとまとめにして袋の中に入っていました。それではアナビジネスクラスの機内食をご紹介します。成田からサンフランシスコ線になります。まずアミューズ、ナッツチリパイスティック、フォアグラとリンゴのミルフィーユ、トマトのピクルスとチーズ、ハーブオイル、この3つになっています。飲み物はアナオリジナルのカボスジュースをいただきました。こちらのメニューが配られます。シャンパンやワイン、日本酒などお酒の種類もね、たくさんあるんですよね。そして和食、洋食、朝食では和食と洋食とコンチネンタル、これからセレクトすることができます。今回は和食を選んでみました。いつでも頼めるものとして一風堂のラーメンなんていうのもあるんですよね。これすごく人気なんですよね。はい、こちらが和食のメニューになります。こうね、ウニとか乗っていたり、エビがあったり、お料理も手がすごく込んでいるんですが、この器もまたね、ちょっと素敵ですよね。そしてこちらがメインのお料理になります。牛肉にアワビにエビ、ご飯にお味噌汁に漬物、美味しそうですよね。実際どのお料理も料亭で食べているような感じで本当に美味しかったです。そしてね、こちらデザート、美味しそうですよね。コーヒーにはチョコレートがついてきます。食事が終わるとペットボトルのお水が配られます。朝食はコンチネンタルをセレクトしました。フルーツとクロワッサン、そして生ハムとチーズの盛り合わせです。とても美味しくて、そしてね、ちょうど良い量っていう感じでとても良かったです。終わるといよいよサンフランシスコに到着です。皆様、サンフランシスコ国際空港に着陸いたしました。3オメルパスト
からは帰りの便、サンフランシスコから成田までをお送りします。まずはビジネスラウンジからです。ビジネスクラスの場合、搭乗前にビジネスラウンジを利用することができます。こちらにね、かなりたくさん食事が用意されているんですが、機内に入ってからも少ししたらすぐに食事が出てきますので、サラダと飲み物だけに留めておきました。そしていよいよ帰りの便、サンフランシスコから成田便に搭乗したいと思います。ここでビジネスクラスの座席をご案内します。こちらがね、大きいモニターになっています。そしてこの上にライトがついていて、こちらコート掛けになっています。こう押すとね、出てくるんですよね。そしてこちら、充電することができるんですよね。コンセントや USB、そして iPod などの端子もついていますね。こちらはテーブルになります。この赤いところを上に上げて引き出すようになっているんですよね。引き出してから折りたたみ式になっているので、両側に開くようになっています。そしてこちらはフットライトです。この一番下に荷物を置くことができます。座席の下に靴を入れるところがあるんですね。上に持ち上げると靴を入れるスペースがあるので靴を入れます。こちらはコップとかペットボトルを立てるところですね。こちらは物入れになっています。こちらに冊子が置いてあります。これは読書灯ですね。ボタンを押すとライトがつきます。こちらちょっと物が置けるようになっています。ヘッドホンのジャックがこちらについていますね。こちらはリクライニングのボタンです。コントローラーがこちらにあります。ビジネスクラスの椅子は完全にフラットになってベッドにすることができるんですね。このボタンで簡単に倒すことができます。女性のために寒くないようにこのようなカーディガンが用意されているそうなんですね。それではサンフランシスコから成田便の食事をご紹介していきます。和食と洋食を選べますが、今回は洋食を選んでみました。飲み物はシャンパンです。アミューズはごまチーズボール、クラブミートサラダ、パテドカンパーニュとなっています。まずアペタイザーです。ケイジャンシュリンプと生ハム、グリーンゴッデスソースとなっています。そしてスープはコーンスープ。このアナのコーンスープは本当に美味しいのでおすすめです。そしてね、パンもね、結構美味しかったです。そしてこちらメインディッシュ。US プライム牛のフィレ肉のステーキ、赤ワインソース。これね、ほんと美味しいんですよね。そしてね、このちょっと黄色っぽいこの、これはね、ポテトです。このアナの牛フィレ肉は、多分日本のレストランで食べたら1万円近くはするんじゃないでしょうかね。かなり高級な柔らかいお肉なんです。とにかく本当に美味しいです。デザートはマンゴームースケーキを選んでみました。
この他に水まんじゅうとかフルーツとか選ぶことができます。ビジネスクラスの座席は横幅がエコノミーのだいたい2倍以上はありますよね。そして足もまっすぐ伸ばして、あとはベッドにして寝ることができるので、縦の幅も普通の2倍ぐらいはあるんでしょうかね。長時間のフライトでもほとんど疲れずに移動することが可能なんです。そして2回目の食事は和食を選びました。やはりね、しばらくアメリカにいたので日本食を食べたくなったんですよね。やっぱりご飯いいですよね。皆様、成田空港に着陸いたしました。ベルト着用帯が消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。はい、こちらが機内でもらえたアメニティです。こちらが成田からサンフランシスコの方ですね。そしてこちらがサンフランシスコから成田に帰る時のものです。こちらはね、柔らかくてこうちょっとね、革っぽい感じのポーチになってます。こちらはね、カチッとして固めのトランクになっているんですよね。では開けてみたいと思います。はい、こんな感じですね。ちゃんとアナって書いてありますよね。入っているものは、耳栓、そしてアイマスクですね。このような説明書きが入っています。グローブトロッターですね。そしてこちらがフェイスウォッシュ、そしてローションとクリームですね。これはね、やっぱり女性には嬉しいですよね。顔を洗ってちゃんと肌を保護してから寝てくださいっていうことですよね。そして歯ブラシ、こちら説明書きが書いてありますね。ご搭乗ありがとうございますということです。後世のね、石器製、このシリーズのものが入っているんですね。これとってもね、カチッとしてね、硬いんですよね。だから衝撃にも強そうだし、これちょっとしたね、化粧品を入れて持ち歩くのにいいですよね。ただちょっとね、かさばるかもしれませんよね。旅行の時に使う方がいいですよね。普段使うにはね、ちょっと大きいかもしれませんね。これすごく可愛くてね、人気があるそうなんです、ね、なかなかね、こんな感じのポーチってないですもんね。このね、ちょっと硬いのがいいですよね。こういうカチッとしてこう押してもへこまない感じ、がっちりして、なんか割れ物とか入れても大丈夫そうでいいですよね。そしてこちら、帰りの便、サンフランシスコから成田便ですね。こちらはね、こうアイボリー、すごくね、これもグローブトロッターですね。こういう持ち手がついていて、こういう感じで開きますね。で、中身はこちらに穴って書いてあって、この辺、中はこのような柄ですね。イヤープラグ、アイマスク、あと化粧品、そして歯ブラシ、そして説明書、入ってるものは同じです。ただこの入れ物っていうかね、ポーチが違うんですよね。これでもね、両方ともね、すごく可愛いし使えそうですよね。こちら結構大きさもあります。なんかね、こっちはカチッとしているし硬いし、こちらはね、柔らかくてね、すごくシンプルだけどとっても上品だし可愛いと思いますね。これが
アナのビジネスクラスのアメニティでした。